斉藤さん、最近新フォーマットのパイオニアっていうのができて、はいはいはい、結構みんなも新しいデッキ作ったりしてるんで、ここは一つパイオニア神やりましょうよ。パイオニア神、はい、いいよ。どうも、トモハッピーです。はい、ご視聴ありがとうございます。トロピオツカです。はい、というわけで、というわけで第1回パイオニア神決定戦開催決定しました。結構みんな盛り上がってましたね、パイオニア。そうだね、もうツイッターでめっちゃデッキリスト見た、うん、めちゃめちゃ見た。海外でもパイオニアデッキリストっていうアカウントがあって、ツイッターに上がってるパイオニアのデッキをどんどんリツイートしてるみたいなやつもあって、うん、はいはいはい、盛り上げてるみたいな。おー、もう早速パイオニアコミュニティができつつあるよね。そう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 、マジックのね、発表されたての新フォーマットパイオニア、まあ、公式フォーマットということでね、神決定戦にしてきたハレリアとしては、このパイオニアももちろんね、神決定戦やっていきましょうということで、はい、でまあパイオニアってすごいいいと思うんだよね。こうスタンダードとモダンの垣根がさ、はい、年々広がって広がってだったから、まあ、その間になんか構築戦あるといいよねっていうマジックの盛り上がりにとって、スタンダード落ちしたカードにまた使いやすくなるから、結構モダンだともう結構追いつけないみたいな。そうで、まあ、2年ぐらい前からハレリアっていう会社とね、はい、あの、はい、ビッグマジックさんで ね、はい、ねフロンティアっていうね、まあ、パイオニアとかなり類似したフォーマットをすでに民間で必要性を感じて立ち上げてまして、はい、フロンフロンティア神決定戦もやってるんですけど、はい、そのねフロンティア神は終了とさせていただいて、パイオニア神やっていこうと。でフロンティア神の三品さんがいると思うんですけど、はいはいはい、そのフロンティア神の三品さんにはこうきちんと対局量もお支払いしつつ、パイオニア神にね、パイオニアで勝ってないのになるのもおかしいから、三品さんは第1回のパイオニア神の一人の挑戦者として戦っていただきます。あ、じゃあ挑戦者としてすでに三品さんがいる状態 で新しい挑戦者を、もう一人の挑戦者をいつもで言う挑戦者決定戦で決めて、この2人が最後戦って勝った方がパイオニア神就任ということで、まあね、フロンティアとパイオニアかなりフォーマットが近いってことで、うん、フロンティアで、ね、今までやってきた方っていうのは結構よりとっつきやすいのかなみたいな経験も生きてくるのかなっていうところもあるんで、うん、ぜひねフロンティア神とかフロンティアとか楽しんでた方はパイオニア神も引き続きチャレンジしてもらいたいですし、はい、新しい人もとは言っても新しいフォーマットなんで、ぜひチャレンジしてもらいたいね、うん、でもトーナメントセンターでもすでにフロンティアやってた方がパイオニアを研究してるみたいなのがあるんで、なんか結構どんなデッキ出てくるかすっごい楽しみですね。パイオニアは最初の禁止カードがね、フェッチランドっていうのは驚いたけど、まあそうしないとなんか 4色とか5色とか簡単に作れちゃって面白くない。しかもあの探査がやばいもんね。そうっすね、ビグスルータイムとか、あとシゲのシャーマンもいますし。そうだね、そうだね、それが強くなりすぎちゃう、うん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 、ということでフェッチは禁止になってる。はい、ということでね、パイオニア神決定戦たくさんの挑戦お待ちしてます。詳しくは概要欄から情報チェックしてみてください。第1回はね、はい、11月23日開催予定です。たくさんの挑戦お待ちしてます。お待ちしてます。というわけで、はい、僕らもパイオニア挑戦してみますか、はい、今日はやっていきましょうね。最初の神になれるのは僕らかもしれない。そうですね、まあ、主催者ルールでベランないけど。はい、はい、今日何人使っていくの。はい、今回そんなパイオニアでも、お、まあ、特にヤバいデッキなんじゃないかと言われるね、霊騎士の脅威を使っていきたいなと思います。霊騎士、はい、懐かしい。スタンダードの禁止されちゃった、ね、そう、禁止される前に使っちゃった。強いなと思って。そう、エネルギーっていうシステムがね、うん、本当に猛威を振るってね、やばかったね。ムダムグとかエムラックとか、サヒーリーのコンボとかね、そのパイオニアでいけるけどね、はい、そう、サヒーリーコンボの方はトモハッピーチャンネルのパイオニア対戦こっちもやろうと思ってるんで、はい、こっちで回そうかなと思って。なるほど、はい、そちらも楽しみということで、はい、トモハッピー使っていくのはボロスの魔除けが使える赤バーン赤スライ使っていきます。はい、まあ、総員の即走とかね、そうそう、懐かしのね、もうモダンに近いじゃんこれリストね。そうです、婚姻の即走とかもボーマットとかも大好きなやつ、はい、キャラ通りみたいな。というわけでやっていきましょうか、はい、それではお願いします。お願いします。はい、はい、ダイスロール、ダイスロール1、6、一発で、じゃあそれで1と5のどっちにしろ勝ってる、どっちにしろ勝ってます。じゃあマリアンチック、はい、チェックしていきます。めっちゃやる。お願いします。やろう、チェ
します。お願いします。お願いします。結構何でもある感じがしますね。はい。何も言えな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 いけどキープするわ。うん、とりあえず嬉しかった。久々のカードみたいな。じゃあ、はい、お願いします。お願いします。はい、じゃあまず見習わせる位置を脱品しておしまいです。お願いします。セット赤白ファストランドからの1マナ券どっちから出すか難しい。これとこれ非常に難しいです。これ相手のデッキとか環境分かってないと、うん、普通に言ったら、こっちの方がカード得する、こっちの方がダメージ得するみたいな。総員の速走からおアタック当たるの終わり。赤タン御用達の結構レガシーでも使えるぐらいの優秀なクリーチャーです。やったことあるわ、レガシーで実際、ね、青赤出る場で、ね、強い強い。ここはちょっとあんまり言いたくないけど、蒸気口をスタップインして、こっちかな。はい、クリートリック緑。お、すごい。はい、で、3点減してエネルギーに使います。はい、そして、はい、エネルギーが3回今溜まります。はい、おしまいです。3点回復しちゃった。回復しちゃった。サラじゃんね。エネルギー3つ、職員。はい、18。ボーマットの休止。 お世話になったな、こいつには。ボーマットの休止さらにてかこれもレガシーで使ってた俺。3体出ましたね。はい、はい、追放追放。じゃあ3点攻撃時トリガー。はい、終わり。そこ3体殴ってきた。そう、結構こいつら優秀なんだよな。放置してると、ね、じゃあ手札補充されちゃう。うわ、マジかすごい感動だ。裏もコシレックやむらくそんなの環境にない。じゃあ、反応再開。はい、じゃあ、追加押すと2枚捨てます。いらねえ。で、3枚。はい、3枚、ブレーキちょっと。マジかと。やば。で、山セットしておしまいです。はい、まあ、でも次のターン、レイキチ出ちゃうってことだもんな。ドロー。ガチャ当たれば、一発逆転なんで。レイキチか。レイキチの脅威相手には、急がないといけないんだな。ガチャされる。こういうハンド。こういうハンドで普通はこっちからもっと展開したいんだけど、これはね、はい、このマッチアップの本質を俺はよく理解してるから急ぐわ。職員16、駆け足ライトニングストライク稲妻の1プレイヤー3点で、カカンカカン OK です。14です。カカンにじゃあ分かりやすく、動画的に分かりやすく最高で、さらに批判カスターズ本体わ加算円乱でさらに3点もう11で、全部アタックアタックで5点。ライフ6、トリガートリガー、これでライフ6、結構ラストターンなんじゃないか。はい、おそらくは終わり。早い。もう3ターン目ライトライフ6にする。うわー、そしてちょっと時間が早いね。これ安定の5アクションしてるんだけど、うん、3ターン以内すごい。これはもうやばい。で、クリエナスをここに打ちます。2個なんで、宿難宿小なんでだ。いや、こいつやられると結構次のターンのキル率下がる。7から2個払って、はい、5個ですね。はい、宿難さんは3加えて、その後減らした分ダメージの中長で、これで、レイキチまた次のターンも達成したない。点くらいのここはでも、もう一回、おー、来た。はい、で、やばいやばい、3点回復と、エネルギーに溜まって、はい、エネルギーは8の、ライフは9。やばいな。おしまいです。これはやばいよ。ドロー。おー、すげえ、これ使えるの？なんだ。すごい。行こう、素直に行こう、期待値。行こう。天井の火事場。いや、ダメージランドまで使えることも感動した。確かに。マジックオリジンだからね。しばらく前だからさ。4マナ。4マナ。熱烈の神、カトレット。マジか。やだ、1枚。で、アタック。これで、でも、7点。7点。残り2。追放。危ない。だから残った。いや、カトレットお世話になったな。終わりです。はい。よし、ターン帰ってきた。これさすがに、歴史の脅威。オッケー。これはエムラクエルを考えて、今切るか。じゃあ6個払って起動します。はい、上から6枚めくって、その中から好きなカード1枚マナコスト支払わず唱える。いやかなりベターな方をどっちにしようかなっつってベターな方をやられちゃうからきついんだな。でもまだ全然2しかないからね。まあでもライフね2しかないから、で外れて生き残っちゃうと手が投げられて死んじゃうんですよね。はい、3マナで捨てます。これかブラブしかない。外れとか破壊されないからか。うん、はい、
ックを出します。でこれで、はい、まあ、ハトレットとフォーマット1追放。これどっちのフォーマットするどっちが、どっちが火力入ってそう。うん、ここね、大塚エスパーによると、大塚エスパーによるとこっちがちょっと多そうだから、この2つします。はい、これちょっと後で見てみようか。大塚エスパー、大塚エスパー、まあこれそのまま追放なんで、これ追放で、ゲーム終了まで見てみます。ゲーム終了までこれ追放で、はい、はい、ちょっと大塚エスパー結果見ます。はい、で、タンテッドランドして1枚です。エスパー大塚じゃなくて、大塚エスパーっていうのがトモハピエスパー大テラシ3マナで打ちます。大テラシでめくれるカードは1枚目山、よし、はい、2枚目、ああ。エイドの大陥落の原霊、大陥落の原霊、この2枚が大テラシで追放と、はい、プラスじゃあ置いて、はい、アタック、はい、じゃあ U8 追放で、まあこれでブロックします。じゃあ赤マナで、はい、モーマット生贄、ガチャガチャ対ガチャじゃん手札捨てて、そう、よかった、そう、手札捨てて4枚、4枚手札に加えます。もう一気に見るタイプ、ソイヤー、顔が渋い。カカンクリーチャー出して、はい、終わりです。これ追放状態。よし、生き残った。危ねえ。よかった、エラモで選択正しかった。シトロ、大塚エスパー当てましたね。大塚エスパーやられた。この大塚エスパー火力入ってそうだもん。最高5枚とか6枚何もないと。まあ、ここはクリーンザイク起動して3点ライフゲインして。で、5、3、溜まって、エレキシンプレイの効果で6になります。2回目は楽しいね、起動します、はい、ラムまたライフ5だからな、しかも1回目はちょっとあまり良くない、あー寂しい、パーマネントじゃなくて何の呪文でもいいんだよね、はい、はい、で、ここに手当てます、はい、で、エネルギー1個増えた、1個増えました、おしまいです。うん、タップ、ドロー、おしまいが静着だに見えるね、うん、天の視点では、天の視点で盤面的に大陥落の原霊、はい、大陥落の原霊、2枚目、終わりです。2枚目、これ結構チャンスあるんじゃない？2点、14、どうします、まずやるか、はい、今のうちにやっておいて、はい、で4になって8、はい、で5で、はい、でおしまい、ドロー、セットして、はい、エンド、相手がライフ10になると途端にきつくなるはずだから、10にできるの、エキションプレイ4枚目引いてきた、出てきた引いてきた、はい、でこれで、これ3マナ以下だから効かずに、はいはいはい、で伝説で落ちて、てますで落ちたので2個あるときをしたので両方取りが、これ噛み合いやな、でここは起動、はい、します。エムラやめて、そないなやり2分の1ぐらいでしかガチャ出ないみたいな、いやこれはちょっとさすがに、でガチャの巨大生物いっぱい入れすぎるとデッキがね弱くなるんだよね、重くなりすぎ、おしまいです。ここであの時にはなかったカードが伝承の収集者タミオ、うわー、プラスします。指定は世界を壊すもの、ワールドブレーカー、はい、7万7つです。タミオなんか2種類入ってるじゃん、おしゃれはい、で、はい、外れたのでこのまた終了ですかね。やばいな、タミオっちゃんはやばいねアタックドロー、はい、いきます、アタック、来た、もう耐えられない、タミオでアタック、プレイヤーロックします、2点、2点受けます、舞台照らし、はい、2点受けます、追放、追放、ほい、お、ほい、とりあえず置いとくか、はい、セット、はい、なんかしたんです、うわっ、来たー、てか、もう終わるか、10、残り1、残り打つと残り1、損因の速走、はい、残り8、8、こいつトランプルはないのか、トランプルはない、はい、終わり、はい、押しますはい、じゃあプラスして、はい、指定は約束された、はい、週末に村くん、さすがに出ないリーチャーをカード種類は増えた、見せたけどこれどう頑張ってもつゆさんやられちゃうからです。ドロ
始前に2点プレイヤーと1、はい、で得を取って参りました。ありがとうございました。じゃあ乗せていいですか。はい、じゃあ乗せてもらいます。はい、お願いします。お願いします。はい、やっていけたと思います。はい、デッキが強く見える。え、これあれじゃん、レアなやつじゃん、スタンダードで。ん、なんだ、禁止になったカード。はい、分かっちゃった。じゃあお願いします。オッケー。じゃあ上飛行さん、インドシマイです。はい、ドロー。職員お18速走タック。オッケーです。19あり。はい、さっきのゲームで見てないけど、エネルギーデルマナイエルフはあり得る。植物の生育がストロンですね、はい、で、おしまいです。はい、ドロー。ラムナップの遺跡、はい、禁止カード、スタンダード。ウォーマット。はい、さらにウォーマット、さっきと一緒。アタック、アタックしたい。うーん、危ないか。速走だね。ダメージでタイム。アタック。追放、追放。はい、2点。2点。終わりです。で、リフト点で2点。はい。で、3マナ。長ズマナ。あー、強い。で、ここになって、はい、ドロー。はい、しまいです。こいつ強いよね。ドローもできるし、3マナ3人で普通に2歳様に。うん、ドローンもできてエネルギーも増やせてる化け物。アドバンテージのマシャナ、稲妻の一撃です。アタック、はい、追放、追放。終わりです。土地がないようですね。土地がないですね。これで、ドルメスカイ。うーん、来た。で、これで6の7。7、はい、で、フォーマットちびっこ殴れない、はい、楽しみです。ラップドロー、アタック、追放、追放。ここ1点落ちます。はい、やられた。で、1点入りました。はい、14。またエスパー、大阪、こっちが舞台照らし。オッケー、2枚追放。お、大陥落と乱撃残。乱撃残、はい、やられました。1点受けた。17で、山を置いて、はい、ソウルスカーメージ。お、これ誰だっけね。ソンコマ同士。ソンコマ同士。終わりです。とりあえずまだライフは余裕ある。まあ、山で、はい、歴史の距離、はい、まあ、1回スカれば。じゃあ突き出します。はい、スカ。さあ、6枚、まあ、スカ、全部どっち。きたー。きたー、あっさりきたー。そんな、そんなあっさり出ないんだけどな。はい、はい、いや、もうセコい、これセコい、これはセコイヤチョコレート。知らんと思う。懐かしい。懐かしい、知ってる。確かにです。あんた駄菓子屋によくあったけど。そうそうそう、30円、2、30円ぐらい。ドロー。これが本当に大陥落の典礼。どうぞ。この大陥落はあんまり怖くない。終わりです。けど先頭でアタックします。はい、20枚だいぶ吹っ飛びます。待って、俺20枚とか感覚で取るの得意やな。お、20枚取りますか。多分ね、これぐらい。いや、もうちょっとか。多分ね、これぐらい。ダブスリーだったらこれぐらい。いきます。これが20枚あったら俺の勝ち。え、なんでなんでなんで。はい、15。え、すごい。え、2人、よし、すごい、すごい、よし。普通にすごい勝ち。勝ち。ダメだけど、すごい。はい、はい、はい、で、ライフ7になって、ちなみにこれ、あと20枚ない。でも、そうっすね、ないか。10、20枚か、あと20枚。次ドローして、次ドローして、結局やられちゃう。ここは、タミヤ出します。タミヤ出して、あ、プラスかな、クリザイクかな、緑クリザイク。はい、あなた、おい、これ2枚あった場合どうなの。2枚でももらえます。すごいね。そう、
なんかでじゃあ積んだら大変なことになる。はい、でおしまいです。エンタックス取ろう。これかっ、でも取られたらお、いけちゃう。アタック、はい、でいいです。順々大陥落の原霊2枚目2点くれます。どうでしょう。そうです、これ大陥落2体でも削れるのか。いや、裏モグでこれ自分のこと倒すことは可能なんだけど陥落2枚もいるし、ただ裏モグでもっと削られたいから終わり。削られたい、どういう仕組みですか。いや、なんか、はい、なかなかかけがえのない機会かなと思って、モダンレガシーでこれで削られるって最近ないから。なるほど、そう、パイオニア対戦ならではの。なるほど、残量額、はい、裏モグアタックします。じゃあ10枚、19枚、追放。はい、山札ゼロ。ゼロ、はい。で、攻撃はここはやっぱりブロックはしたいかな。はい、いいです。そしたらこのターン、次のターンが来るから、俺の明日が来るから。プランとしておしまいです。はい、はい、アンタップ、アップキープ。ドロー、あれ、ドローできない、ドローできない、ドローできない。負けました、負けました。ありがとうございました。これはね、マジック・ザ・ギャザリングの決まり手の一つ、山札からカードを引けないときに負けるっていうので、今勝負決まりました、はい、っていうね、初心者に優しいコメントがしたかったんだよっていう。なるほど、はい、というわけで、はい、ハレリアコンバットいかがでしたでしょうか。今回初めてのパイオニアということで、ね、いや、結構レクチ余裕で間に合うかなと思ったら、結構赤田早いと思って。赤田早いね。4体目にもうなんか何もできない状態になって、なんかね、やった感想としてはまさにスタンダードとモダンの中間で楽しい、こうエキサイティングなんだけど、モダンのやんちゃっぷりはないっていうか、健全な、早いっちゃ早いんだけどまくれる速さっていうか、相手はそんな何とかしようがあるぐらいのバランスの良さみたいな。スタンでもモダンでもこの味わえないちょうどいい速度感と、うん、逆転可能だったよね今のマッチで。一方的に押し付けてるんだけど、押し付けが必ず成立するわけじゃないみたいな、あとなんとかできるっていう余地が残ってるっていう感じ。結局でもなんか結構ハラハラドキドキできんじゃないかなっていう、うん、皆さんもね、あのいろんなデッキとそのいろんな強いデッキへの対策もまだまだ眠ってると思うんで、ぜひ探してみてください。パイオニア楽しんでみてください。はい、というパイオニアもよろしくお願いいたします。お願いします。で、今回のコンバットは以上になります。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします、はい、お願いします。はい、というわけで、はい、今日もハレリアコンバットご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。